メリークリスマス、下町ぶっ飛びチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。下町ぶっ飛びチャンネルが始まりましたね。今日は場所はここは言えません。ただヒントがあります。ビバホーム、これしか言えません。そしてそこには16号線、それしか言えません。あそこです。あそこが16号、そしてビバホーム、そしてミスターツトム、そしてリョータ君、そして軍曹ケンさん、そしてビバホーム、これしか言えません。そしてここはモターラカーです。先週ここで50が出たと、その情報をキャッチして我々下町ぶっ飛びチャンネルは今日ここの絶対に言ってはいけないというポイントをやってきました。軍曹、はい、今やっぱりバラしましたが。バラしましたね。何をやってくれてるんですか。お、目がかりです。何をやってるんですか。で、今日のスペシャルゲストはこいつだ、ミスターストム。はい、ダムさん、はい、なんでその上にいるんですか。ここはダムさん、はい、先輩から聞いて、はい、お前絶対に言うなよここだけはって、ここだけは絶対に動画に載せるなよって言われたポイントですが、はい、見た感じどうですか。自分はいけると思います。何がどういける。なんとかな、深いとこで緩いとこもあるし、これからの時期、うん、あとこっちにもあるし、うん、多分いけると思う。朝は意識してくれるモードになれば2箇所いける、こっちとこっち。何を意識してるって。朝場に意識してる魚が刺してくれば、朝場を意識してる魚を、うん、ストーンは狙っていくと、うん、いれば絶対いける。なるほど。よし、じゃあ今日は千葉支部、そして草加支部、そして越谷支部、そして大宮支部、そして足立総本部のメンバーでここに挑戦していきたいと思います。ここはかなり暑いらしいですからね。どうですか、ダマス。元アルカの覇者としては。よっしゃ、釣っちまうか。ここは飯泉さんに絶対に誰にも教えちゃいけないって言われてるからな。フリですよね。フリですよ。俺にそれを言ってくるってことは、言うなよっていうことは。そして先輩は YouTube を開いた時にこの事実を知ると。そしてなぜか普段喋る軍曹がカメラが回り出したとな。口数がな。どうしたんですか軍曹。はい、釣れるかもしれねえ。もう状態入っちゃったんですか今。当たり引いちゃったんで。弱いな。強そうで弱い。お、バスだ。今バスの姿見ましたよね。噂をすれば今スモールの野郎が、星の野郎が今際に追い込んで食った感じだな。え、じゃあもしかして白の野郎どもが上がってきてるってことかミスター。なんだと。じゃじゃん、なんとケンさんから18ステラでしたよね。18ですよね。なんとケンさんから
この18ステラの新品未使用箱付き未開封、これをいただきました。ケイさんありがとうございます。いつもすいません、これはもうちょっと大切に使わせていただきたいと思います。というようにね、ダムさん、はい、今日はこれで一発ケンさんの目の前で上げてやろうじゃないかと。ああ、それいいと思いますね。え、よっしゃ行くぜ。あ、これ違うのか。嘘、あの枝一本あるじゃないですか。はい、あれに残りちった。え、魚かくったんですか。たるんでて、ラインがたるんでて回収してたら食ったんじゃないですか。合わせたら向こう走られて。マジですか。時間置いとけばもしかしたら魚が走りますよ。4本だから、じゃあ測ってたのがその51っすね。だってジャンプしたらバシャーンっていうでかさが半端じゃなかったっすもん。さあ初日、上司と飲み行ったっすけど去年、はい、ここはかなり感じるものがありましたね。はい、 まだ来ます。大工、はい、初日このポイント、残念ながらバラしました。まあミミズからなんですね。まあここに限らず常に最近バラしてるんで。そうっすね、もはやバラすことに関してはもうプロ級ではないかと。一流ですよ。りょうたくんまたちょっと一緒にぜひぜひ、ちょっとリベンジマッチにお願いします。はい、お願いします。釣れるまで。そしてケンさん、今日の範囲は道具が悪かったんじゃないかということで。そういうことだ。またこの後釣り具屋にちょっと寄ってみようかなと。いや、やめた方がいいですよ。直帰した方がいいですよ。絶対寄ったら終わりですよ。もうよし、じゃあとりあえず初日はこんな感じでしたが、次はね絶対釣ってやろう。ここはかなり融合でしたね。かなり感じるものがありますね。場所は言えないが、では、ただ言いますね。よっしゃ、ミスターツトム、はい、今日は、昨日来たポイントな、はい、ここは2日目です。2日目、昨日はみんな5人で来たけど、当たりはあるもののバラシはあるものの1本も取れてない、はい、でね、昨日は対岸にいたでしょ。対岸いました。でみんなあっち側からこっちに遠投して投げてたでしょ、はい、ということで今日はこっち側に来てみましたから、はい、まあ、若干の野望をこぐと思いますが、よし行くぞ。はい、よし。そこ普通に入れそうじゃね、うん、そこだけ越えちゃえば、そこの崖だけ気をつけると多分大丈夫。よし行くぜ。お、普通に入れるやん。うん、険しくなかった。よし、じゃあケイさん普通に入れますよ、こっち。よし、じゃあミスターツトム、バトル開始だ。ミスター、昨日ほらあそこだ、あそこからここに投げて一人で6本、その4本上げて、うち1本がなんと53。ということで今日はその50アップを絶対に取りに行くから、今日はこの対岸にやってまいりました。つうか暑い、暑い。ヒートテックいらなかった、ヒートテックいらなかった。
やったやったよ。ちょっとダムさん、サオ持ってて。ダムさん、ダムさん、サオ持って、はい、ありがとう。すげえ。ダムさん、ランニングランニング。いや、全然負けねえ、これ。え、重いんじゃないですか。マジで負けない、これ。え、でかいんか。うおおさすがジャッカルさん。しょぼいとこなんだよ。さあさあ、ミスターストム、ちょっと今流れがあるところだから避けたい。よっしゃ、でかい。何もどうしてんな。早くキャッチの、でかい。でっかい大根きましたね。うわ、でっけえ。3投目です。3投目、しかも2投目でも当てて。ああ、助かるね。あ、今地合いだ。じゃあ今のうち投げて。さすがジャッカルさんだな。また食ってるよって言ってましたもんね、今。待って。え、それでダマさん。何ダマさん、ちょっと待って。ダマさん、ちょっと待って。ごめんごめん、ありがとう。うわ、すげえ。初めて見た。ワームだけちょん切ってあげて。やれば生存するんで。でけえ。じゃあかなと。でけえぞ。1495。さあ、ミスターストム、はい、2日目、ここの場所は、はい、言えませんが、はい、絶対に言えない場所だが、はい、さすがのジャッカルさんが、はい、早くも見せてくれたね、はい、負けてられないんじゃないか、ミスターストム。確かに今日はね、俺の友達のクロちゃんも来てるから、はい、じゃん、カスカベ支部のクロタです。カスカベ支部確かに。はい、頑張って。分かりました。いやー、あったけーなー。そして豊島支部のジャッカルさんが来て3投で来て3投でもう勝負決めてくれました。やっと動画できる。いいっすよね。便所近いし、コンビニ近いし。自販機もありますし、なおかつ車から歩いて何歩。超いいっすよ、ここで。人いないじゃないですか。上顎で51あったって言ってました。はい、麻酔のためにダムさん、ちょっと今から作戦を考える。おおプロジャッカルプロが本日3本目だ。でかいぞ、ミスターストム。ランニング用意。ランニング用意。ジャッカル下がるとダーマさんの仕事が増える。おい、ランニング用意。ジャンプしたからどうなの。ラージないっすよ。マジ？ミスターストム、近いぞ。あ、スモールス。でかい。ミスターストム、何をもたもたしてる？うわ、元気なこいつ。ミスター、何もたもたしてる？おお、すごいすごい。ミスターストム、何をもたもたしてる？よっしゃ、やった。でかい。同じぐらい。同じぐらいある。ちょっとミスター、ちょっとバス置いてみろ。ちょっとバス置いてみろ。測るぞ。お祝い。48。48ですね。
48分です。ゆっくり見てこれ19ぐらいあるんじゃないですか。19ありそう。でかい、長い。さっきのサイズジャンプやってんだでけえ。継続します。じゃじゃん。お、1731710。1710ですね。この前と一緒ぐらいですね。いや、ジャッカルさんが来ると地合いが来るって説もありますよ。3月も9日、ここで戦力外通告の発表があります。千葉支部軍曹、草加支部深夜、以上2名、今月の戦力外通告です。ダマさん、はい、今月は残念ながら2名、2名の戦力外通告が決定いたしました。まず軍曹に関しての通告の理由、釣らない。そして深夜、あいつも釣らない。そして松伏支部ミーゴ、あいつバチ当たんねえだろうなそれそれ神様のやつだまあ俺は大丈夫か、当たるとしたらダマさんかハハハハハ。毎回通報の内容俺ら脱いでるだからな内容そのうち連れてかれるぜ今脱いでたやつ誰だっつって気まくるんですよで警察も一通りこうやって顔見て君だなって言うんですよなんだろうさ、あいつはバレちゃってバレちゃっていろんな履歴があるからバレバレなんだよ。元荒川岩月激圧ポイント、場所は言えませんが、今私たちの目の前には清田自動車、そしてビーバーホーク16号、ここまでしか言えません。ただこのポイントは熱いなあミスター。はい、激熱です。ミスターから見てもここのポイントは熱いと。はい、間違いはない。間違いない。流れの変化、はい、そして石積み、はい、なるほど。ということで、じゃあここはおすすめポイントとして紹介したいと思いますね。はい、いやー、俺が釣れねえぞミスター。ミスターはさっきからあれだぞ、クロちゃんになんかいろいろアドバイスとかしてるが、はい、ミスター自身は釣れたんだろうか釣れてないだろうか何を石積みとかそういうの、はいねえクロちゃん何があそこには斜めに投げた方がいいとかなんかいろいろ黙って聞いてたミスター自身が釣ってないじゃないか、はい、あとケンさん、クロちゃんはケンさんからもいろんなアドバイスを受けてたが、ケンさん自体も釣っておりませんあの自分のカバンの中には一体どんなのが入ってるのかっていうのをね、はい、一回聞かれたんで、ちょっとここで紹介していきたいと思います。自分のカバンの中はまずはこのタックルのケース、そしてこれとこれとこれとこれ
これ全部カバースキャストね。あ、これあります。これはね、あの川口支部のほっくんからおすすめされたやつ。あとはビビビバグ、これはね川幅の狭い川とかで、これはこの間常陸野の大会行った時のやつですよね。で、あとはカバースキャニー、カバースキャニー、カバースキャ、カバースキャ、そしてカバースキャ。で、あとこれ、これもこの間常陸野の大会行った時で、これがウォーターメロンシード。なんか最近俺このブランドが多いね。デプス、デプスっていうの、はい、でこれがカバースキャでしょ。であとこのケイテックで、これはねこの間ケンタって自分の友達からおすすめされたやつ。こんなもんか。まあほとんどカバスキャですね。カバスキャだけあればまあ基本どこでも釣れるっていう感じが私は最近してます。こんな感じですね。まあこれだけを常に持ち歩いてる感じですか。あれ、あとこの間